Everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。8月24日火曜日午後10時になりました。ダンサースタジオからキウナ名古屋お送りいたします。今日からパラリンピックですよね。やっぱりね、王子もね、体を鍛えようと思ってるんですけどね、先にね腹回りを落としたいと思っています。滑り王子マスクマンでございます。はい、パラリンピックの開会式、ちょっと途中で後ろ髪引かれる思いでしたけれども、もちろん番組がありますので頑張ります。みそにこみすきと、いや焦りましてね、夜7時半ぐらいですね、はい、ツイキャス配信用のパソコンが立ち上がらなくなりまして、全く動かなくなり、今バックアップ機でやっております、どうでしょうか、映ってますか、音乗ってますか。ダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマは宿題。今週のテーマは宿題です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、名古屋で一番きれいなシェアハウス、入居者募集中、名古屋熱田トッペロン、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、陸上海上輸送一貫サポート東海協和、沖縄の紅芋丸焼き誠餅店、アートワークウェブサイト FMJG 個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。はい、ツイキャスの方も無事に届いているようですね。ツイキャス皆さんありがとうございます。ありがとうございます、葛飾の陳さん、今のところバッチリ。ありがとうございます、スプリームさん、ダンサーズスタジオの皆さん、全国の王子ファンの皆さん、こんばんは。こんばんは。アンツマさん、こんばんは。あ、シナマモロトモさん、音ちゃんと聞こえてますね。ありがとうございます。ナティナチコさん、お疲れ様です。こんばんは。こんばんは。いいね。え、何？サマーいい感じだね。そこに今反応したのね。そうですね。で、キャンディーさん、あれ初めましてかな。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こんばんは。沖縄応援してます。ありがとうございます。ありがとうございます。アーランド県のパパさん、大丈夫ですよということで。ありがとうございます。小町からもさん、クリーミーに映ってますよ。クリーミー。え、クリーミー。王子の顔が？いや、そこはには触れてない。あ、そういうことね。クリーミーに映ってますよっていうだけですね。あ、なんかあの、はい、やけにあの、あれかなと思って。おだまり。音声よし、画像よしっていうことですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。だからさ、あのね、王子のお肌がテカテカしてるかと思ってさ、もうそれがクリーミーって言われたのかなと思って。瞑想のドライバーさん、こんばんは。お初です。少しだけということでありがとうございます。ありがとうございます。初めましてです。はい、あ、マミラントさん、愛知県から来ましたラントさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。FM ギノワンの別の番組で、あのなんかいろいろコメント書いてくださってる方ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ということで、はい、どうぞメールお願いします。そうですね、先週のメールがね、はい、あの鳥チキンでね、まだご紹介したいのがございますので、はい、銭形警部からですね。ありがとうございます。ありがとうございます。私が好きなチキンはオーソドックスに唐揚げと焼き鳥なら刻みニンニクが入ったニンニク味の焼き鳥です。
どちらも酒のつまみにしていただくもの美味しいですが、ニンニク味の焼き鳥は一度食べるとやみつきになりますね、うん、お三方は好きな鳥なら何味が好きですかということでございます。あの王子普通にね手羽先でも本当はねあの、うん、タレ味 ではなくしてあの塩のみのがね、はい、好きなんですけど、手羽先はでもやっぱり塩コショウかな、うん、ですよね、塩コショウですね、うん、王子ってあれでもね特別バージョンの手羽先、ね、あれはあのお店によってね特別バージョンのねめっちゃ辛いってやつをねやたらにコショウがかかってるやつ、ね、ですね色、はい、真っ黒みたいな真っ黒ですねびっくりです、はい、ありがとうございます。チキンでまた、ね、続き読みますね、はい、お三方さんこんばんは、フルムーンしんいちです。こんばんは、ございます。友人が宜野湾市内でローストチキン専門店を営んでいます。チキンそのものも美味しいですが、おすすめの食べ方は容器の底にたまったチキンの残りカスをご飯にかける方法です。刻みニンニクと油がたっぷり染み込んだスパイシーチキンカスを白ご飯とぜひ一緒にご賞味あれ。またそういうねあれも美味しいんですよね、この、うん、あのあでも美味しいでしょう ね、うんうん、ねこの鶏の油とそう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 、ね、その染みてねガーリック、うん、そうですよね、なんかまたそういうのをねあの考えちゃうと太っちゃうよ本当に。いやでも美味しいんですよ、うん、この宜野湾市内のローストチキン専門店なんですけど、うん、美味しいんです。ああ食べたい、はい、ありがとうございますありがとうございます。はい、続いてですね、はい、こちらもあの鳥でいただいております。泉さんの特急サザンさんからです。ありがとうございます。焼き鳥は大好きですけど、名古屋でいう手羽先も大好きで、名古屋で宿泊するときは手羽先がメニューにある居酒屋に行って必ず手羽先を食べます。今このような状況で焼き鳥屋や居酒屋にはなかなか行けませんが、また鳥は食べに行きたいと思っています。じゃあまたやということでございます。でもまあ皆さんね、あの名古屋いらっしゃったらあの手羽先食べる方多いですもん ね。そうですね、多いですよね、うん、まあ有名ですもん ね、葛飾のチンさんが、そういえば家の近くにヤンニョムチキンの専門店ができました、鶏肉好きとしては嬉しいということで、はい、はい、ね、うん、あのキャンディーさんがね、はい、現地は名古屋ということでね、はい、名古屋からリモート放送しております、はい、そうです、はい、名古屋からです、はい、名古屋からスタジオは名古屋にあります、はい、便利な世の中ですね、はい、はいはい、では今週のテーマの宿題でいきましょうか、はい、はい、お願いします、はい、お願いします。あ、王子行く、あ、行きましょうか、はい、お願いします、はい、ダンサーズさん、ピソさん、ウルトラエクセレント滑り王子、あら、なかなかいいネーミングですね、こんばんは、大和田バクです。バクのバクが爆弾のバクだよ。シュープリームです。ありがとうございます。そうか、文字だったらすごい楽しい感じになってるんだ、ね。俺本当にあのバクちゃんが送ってくれたと思っちゃったよ。うん、はい、今週のテーマ宿題。この夏自分に課した宿題は体幹強化で4月にAmazonでヨガマットやら器具を買ったのですが、本日現在未開封であることをここにご報告いたします。あら。これまた売るのかしら。いやいや、使って使って新しいスノボシーズンの到来まであと 3、4ヶ月、明日からトレーニングを頑張ります。あ、王子の下半身は大谷さんのバットも顔負けの元気っぷりで本当ですか。まあそうだね、うん、なかなかもうあのキング争ってるからね、うん、あのいつでもあの挑戦しに来て。あと誰も反応しないね。いや今ブザーで反応してみたんだけど。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。名護島奈さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。孫たちが帰ったら夏はもう終わった感じです。夏休みの宿題、子どもの頃はあまり覚えていませんが、私の中学は宿題がなかったのです。おお。すごい、うん。夏休みの友もありましたが。提出しなくてよかったのを覚えています。へ、あるんですね、宿題をこう多分自由にっていうか、まあ、や勉強する人はしてっていう感じで特に提出しない。すごいな。最近の小学生の日記は一行日記なんですが、孫がまとめてこの日は何したって私に聞くのですが、私は最初の日から思い出しきれなくて、昨日一昨日と遡らないと思い出せませんでしたね。みんなはどんなですかね。
宿題懐かしい響きですということです。ありがとうございます。もう絶対にその日記を遡るとかなんかもう難しいですよね。うん、あの、まあ、宿題といったらね、まあ、王子やらなかったですからね。王子はやらない人だった、うん、やらないタイプですね。え、提出しなかったってこと？いや、提出はしたんですけど、そのやっぱりギリギリまで、うんうん、あの先にね、やる方もいるじゃないですか、うん、王子ね、全然やらないタイプでしたね。最終日に、うん、最終日1日2日ぐらいで、ね、あ、ラストスパート派だね、うん、そうそう、それでやってましたけどね、うん、なるほどね。それがね、あの、答えがちゃんと合ってるかどうかもわからないっていうもう慌ててやってるからとりあえず埋めとけばいいみたいな感じで、そうそう、あの隣であの答えを言う人がいますからねさすが羊がいるでしょ。あ、そうか、羊が教えてくれるんだ。あ、それはそうですよはい、ありがとうございます。全然勉強にならんってことね。そうだねはい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、名古屋チームの皆さん、こんばんは、はい、こんばんは、こんばんは。夏バテ気味のアレックスです。あら、あら、あら、まあ、最近小学1年生の夏休みの宿題を一緒にやりました。音読があって、アヒルのあくび、あいうえお、カエルのかけっこ、かきくけこ、サルさん逆立ち、さしすせそとありました。そこで私なりに考えました。アキラに会いたい、あいうえおああ、そうだよね、出た、アキラ、ね、母さん肩こり、かきくけこ、サメのさしばだ、さしすせそタヌキのタメ口、立ちつてと、何もないよ、何ぬねのと、最後はこのように甥っ子と一緒に音読してました。ちなみにあ行のあきらは中村あきらですあの王子ね、今ふっと思ってね、あきら 100% と思ったんだけど違うよね。いやいや、もうアレックスさんのあきらさんといえばだよね、うん、あのアキラさんですよ。なかなかのいつもね活躍してるからね。ね、うん、いいですよね。そうそうそう、うん、いつも結構名前聞きますね。そうですね。小勝からもしさんが、僕も宿題はサボってたなって。うん、うん、あ、何、諸友さん、はい、王子さん句読点入れて読んでください。内容入ってこんって。あの読むの下手でしょ。いや開き直られてもさあ、それをね、皆さんね、今まで通りね、解読してね、お聞きくださいラジオでそんなしなんか、ね、そのリスナーに解読を求めるってどうなの？あのさ、あの結構句読点なく読めるということは、あの結構こう滑らかに喋ってるみたいな。いや、違う、それ意外に違わない。あ、違う、内容入ってこないんだよ。お黙り。そうですか、わかりましたはい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあもう一つお願いします。はい、はい、うどん県大好きさんからです。はい、ありがとうございます。私は夏休みの宿題をいつも後回しにしていました。皆さんはそうした経験はありませんか？自分はいつも後半でまとめてやっておりました。終わるのは夏休みが終わる数日前でした、ということでございます。王子と一緒ですね、うん、あの目いっぱい遊んで最後頭が痛くなるタイプですねまだ残ってるなるほどね、うん、私はあれなんですよ、最初に張り切って頑張るんですけど、途中でなんかそのペースがダウンして、で中間遊んで最後にそのやり残した嫌なやつだけ残ってるのを必死で片付けるから結局慌てるタイプでしたね。うん、なんか計画的なようで結局計画倒れっていうやつですよね。あ、でもそういうなりますよ ね、 ね、どうしてもね、最初はすごい意気込むんですよ、うん、7月のあたりはもうすごい終わらせるぞ今月中にぐらいな感じで頑張るんですけど、うん、そうですよね。でもなんか失速するんですよ。あの、ね、あの昔ね、多分あの皆さん同じこの名古屋のスタジオのね、うん、ダンサーズもね、みそちゃんもね、同じ年代だと思うんですけど、うん、なんか午前中にね、夏休みの午前中にあのメルモちゃんやってませんでした？なんでメルモちゃん、まあ、メルモちゃんだけじゃないけど、ね、ないけどなんかやってましたよね、まあ、まあなんかアニメいっぱいやってましたね。なんかね、それがね、あの王子ね、あの印象にあるんですよね。メルモちゃんだけ？いや、メルモちゃんのなんかやってましたよね。メルモちゃんの変身シーンが気になってるだけでしょ、ね、だよねでもこれ結構限られるからね、年代が ね、うん、ね、伝わる年代が、うん、そうだよね、ね、リスナーの皆さんの何パーセント、何割に届いてるのかな、この思い、あの、ね、
ツイキャスメルモちゃん分かる人連絡ください。連絡ください。いやすぐには来ないからねみんなもね。はい、ありがとうございました。夏井夏子さんがペースダウン分かります、計画立てても失速。あ、うん、仲間がいた。あ、諸友さんが親になってからの方が宿題は大変でしたって。あ、まあそうですよね、こうね、あの小さいお子さんの場合だとね、あの一緒に見ててあげないとなかなかできないっていう場合がありますから ね、 ね。あ、あれ、お子さんからは聞かれないの宿題は。王子に聞く人誰もいないですよ。あ、そっか、うん、そうなの、はい、王女様に聞くわけ。そうでございますね。、うん、誰も聞かないですね。王子には聞かずに、うん、王女様にみんな聞くんだね、うん、あの一緒に悩んじゃうからね。あ、うん、あれこれ結構難しいよねみたい。あれそうなのね、うん、これ結構なかなか難しいですね。全然教えられないってことで、教えられないんだよね、うん、それじゃ聞かないよ ね、 ね、聞かないよね。はい、ということで、はい、CM です。はい、はい、キウナ小屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。沖縄で創業60年、大人気沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわっと、贈り物としても大好評、日本全国お届けします。紅芋大好き。詳しくはまこともち店で検索。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクター&オブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。はい、メールいきます。はい、お願いします。品場もろともです。ありがとうございます。踊り子さん、赤面格好さん、摩擦力なしさん、こんばんは。もう誰が誰のことだか分かるような分からないような。はい、ありがとうございま す、 います。テーマ宿題ということで、自分の時は絵日記以外は7月中に済ませていたタイプなんですが、おすごい、うんうん、うちの B 型天然プリンセスこと今年で18になる娘はものすごく変わっていて、なんと絵日記の最初のページから最後のページまでお絵描き帳のように絵を描きまくり、そのまま放置するという奇想天外な夏休みを過ごしていました。すごい、うん、どういうことなんだろう。あのよく教科書とかにもあの漫画とか描い
ってるんで絵だけ描いちゃうの、うん、ね、あの学生さんいますからね。すごい。当然その後困るのは親の我々、無理やりその絵に物語を考え娘を捕まえて口頭で伝えながら日記部分を書かせていました。あ、ってことは絵だけやっぱり先に描いちゃうんだ。うんうん、すごい。今でも勉強はさっぱりな娘ですが絵を描くことだけはずっと好きみたいで、将来はウェブデザイナーみたいなことに挑戦してみたいそうですよ。絵日記のアテレコなんて聞いたことないですよねって、うん、すごい、うん、ね、この絵もそうですよね。この絵は、この絵は何描いた。ああ、私描きました。ツイキャスでご覧の方は分かると思いますけど、はい、じゃあでもすごいですね、うんうん、なんかストーリーは後なんですよ。あ、まず絵だけ先なんですよ、ね、うん、でもね、もう最初の出だしのね、うん、あの18歳の娘という、ね、うん、そのフレーズがね頭から抜けなくてね、あと何読んだか全然聞いてないんだよね王子ね。ちょっと待って王子、そこだけ気になって、うん、そこが18歳に、そうそう、ね、それが気になってしょうがなくてね、まあ、そういうあの若い方にね、王子のね、あのスペシャルなね、うん、いつもの出来事をやって差し上げたいわ。お引き取りくださいほら、品物の父さん追加して、は、何言ってんねんってで絵だけ最後のページまで描き殴ってたんですって。すごい、お好きなんですよね。すごいな、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、あら、あらってなんですか。何あらって。もうね、はい、もう叫びたいもの、はい、はい、埼玉のゴーでーす。ゴーでーす。シャッピャン。トークがキラリと光るマスク王子、ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。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 僕の子供2人も今週金曜日が始業式。次男は小学校の宿題を終わらせました。中学生の長男はまだ終わらなくて、うん、アバティー。ハーティーしています。さてテーマの宿題、僕は宿題を追い込みでやるタイプでした。まあ適当ですけどね。毎日の日記なんて毎日晴れ、水不足になっちゃいますね。今日も楽しく聞かせていただきますということでございます。あ、天気予報大丈夫ですかね。つじつま合いますかね。うん、びっくりしたよね。なんかね、今年なんて名古屋ずっと雨でしたから、ね、雨だから、ね、雨ばっかりなのに晴れ晴れ晴れって言うと、ね、先生分かっちゃってるよね。分かっちゃってるね。あ、なんかさっきのね、あのメルモちゃんは、はい、葛飾の陳さんがあのツイキャスになんかリンクを貼ってくれてまして、はい、で、あのそして手塚治虫先生の作品、青いキャンディーで年を取り、赤いキャンディーで若返りますということです。そうだよね。すごいすごい。ちゃんと解説を、そうそうそう、ありがとうございます。俺はね、はい、欠かさず見てましたよ、王子ね。なんでメルモちゃん？いや、なんかね、まだ他にもやってたと思うんです。他のアニメもあったよね。あったよ。うん、やってました、やってました。ね、うん、でもね、なちこさんはやっぱりわからないからね、やっぱり世代限定よね。ああ、わからない。ということは、だいぶ王子もおじいってことなんだよね。はい。あ、うん、はいって早いね。いやでもまあね、このあたり年代一緒ですからね。はい、はい、ではメールいきますね。はい、どうぞ。はい、キユ名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村の古文いかりです。ありがとうございます。ありがとうございます。今週のテーマ宿題、今回この言葉を聞いたとき、見たとき、マストーヤ意味ユーミンのようこそ輝く時へ、あ、輝く時間へかな、という曲の歌詞の中の一節を思い出しました。大人になったら宿題はなくなるものだと思っていた、行かないで夏休みっていう歌詞なんですね。ちょうど今くらいの季節を歌った歌詞なんですよね。もうすぐ夏が終わる。宿題という言葉の響きから憂鬱という感情が出たのですが、それを通り越して夏が終わってしまう時に感じる何か物悲しさを感じてしまいましたということです、ね、宿題ないのは嬉しいですけど、やっぱりなんかね、まあそうですね、なんかその何ていうの、なんかね、休みも短いですしね。まあそういうことです。そういうことですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、銭形警部からです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。テーマ宿題、小学生の頃あるあるになりますが、夏休みになると宿題があるにもかかわらず友達と
朝から日暮れるまで遊ぶことは日常茶飯事で、親に宿題やるやると言って夏休みのほとんどは宿題をやらず、結局は夏休みが終わる直前から2学期に入ってから慌てて終わらせてましたね。2学期に入ってから？え？休みが終わって、あ、ちょっとの期間なんかあるのかな。あ、でも提出するのって1日だ、じゃないじゃないですか、ちょっと、その間にやってるってことですね。今にして思えば学生の頃の宿題は夏休みの間でさっさと終わらせた方が良かったですね。今となってはいい思い出かな、ということでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあね、まあどうなんだろうね、ね、お子さん自分のそのなんていうのかな、ペースがあって、でも先にこうねやりたいね、お子さんとまあちょっと遊んでっていうのとね、まあ、あと親御さんですよね、早くやりなさいっていうのと何も言わないね、親御さんだとまたちょっとこう違ってくると思うんですけど、ね、やっぱりいろいろね、それぞれね兄弟がいてまた個性、ね、みんな違うから、早く済ませる派と、そうなんです、ね、そうなんです、そうなんだよね、あのお風呂と一緒ですよ、あの早く入りたい、ね、羊とね、そうじゃなくゆっくりね、本当に夜中に、ね、寝静まってから入るっていうね、パターンもありますんで、それも個性ですよね。すごい、あ、そっか、落ち着いて入りたい子もいる、そう、で一番風呂じゃないと嫌だっていう人もいるから、なんかこれ面白いなと思って ねよくね王子観察してるんですけどね。観察、そうなんですよ。あのね、なんか変な感じ。あの本当にね、あの毎日の、ね、日課みたいにこうルーティンにしてね、あれですから、よくわかるんですよね。あ、いつもと一緒だと思って。ね、はい。平間もろともさんが、ホテイさん出た、パー開会式って書いてあるけど。あ、後で見よう。もうめっちゃ気になる。はい、ということで、はい、ありがとうございます。はい、エンディングですね。はい。はい。来週のテーマは早口言葉。来週のテーマは早口言葉です。ナッティーナチコさんの提案です。そして次回はキユ名古屋放送開始100回目となります。パチ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 。この番組はアートウェブサイト FMJG 沖縄のベニーモ丸焼き誠餅店、陸上海上輸送一貫サポート東海協和、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、名古屋で一番きれいなシェアハウス入居者募集中、名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、高級木材のご用名は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、本日もお聞きくださいましてありがとうございました。パラリンピックよりもこちらを選んで、そうだね、ありがとうございます。また両方聞いて見て聞いてくださっている方もありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。閉店ガラガラ。はい、どうぞ。はい、はい、今夜もお聞きいただきましてありがとうございます。ありがとうございました。ねえ、はい、なんかホテイさんが出てるとか言ったらものすごいソワソワしてきたけど、そうだよね、なんかベビーベビーベビーって歌ってるのそれはないと思うけどね。あ、純ちゃん伸びてますか、髪の毛。お、髪の毛、じゃあ気に行こうということで、はい、はい、また来週。ありがとうございます最後何だったんだろう。